伊藤さん今までの人生振り返って自分の中でこう、まあ、体とか精神状態とか、うん、どっかで、あ、私ここでこうなんか自分は変わったなみたいな、何歳ぐらいに変わったな、まあ、今言った一つで32ぐらいで、うん、すごい楽になったみたいな変化があったんですけども、それ以外どっかありますか？すごい子供の時でもいいし、あ、もう最近でもいいし。そうですね、私ね、すごくあの高校に入ってから変わったんですよ。うん、あの小中とクソ真面目で、そう、小中と結構真面目で、まあ、親も厳しかったから、すごく真面目真面目で生きてきたんですけど、で高校に入ったのがどうしたら国際高校っていう学校で、3分の2ぐらいが帰国子女っていう学校だったんですよね。でずっとバスケットやってて、高校でも、あ、高校でもバスケット入ってで練習しようと思ったら、まあ、まあみんな真面目に練習しないわけ。なんか日本の常識がこの高校では通用せんのかみたいな、ある意味、ある意味海外で住むような体験を高校でするのね。で、あの今までどなんて狭い世界で生きてきたんだみたいに思うわけです。こんな多様な人がいるのかと、うん、でそれがちょっと自分が変わった。だからそういうところに行くと、あの、あまりこう人前に出たくないタイプだったんですけど、自分から何か言わないと誰も認めてくれないし、うん、だからあまり言葉にするの苦手なんだけど、言葉にせざるを得ないみたいな環境だったんですよね。そこで徐々にポジティブになってきましたね。でもやっぱそんなことで自分でもこう変わんなきゃみたいなのがやっぱそういう発露があって変わってたんでしょうね。置いてかれると思いましたね。あ、置いてかれる、そういう世界の中で、なるほど、必要に迫られると思って、あ、うん、みんなすげえと思って、なるほど、思いましたね。テストでいい点取れるだけじゃダメなんだ社会ってみたいな。なるほど、貴重な、ね、それいい時期にね、いい体験してたんだ。そうですよね、一つはあれですね、海外に行くことになったんですけど、その何28歳の時ですかね、妊娠が分かって、うん、仕事を辞めて海外に行くんですけど、すっごいもう泣く泣く行ったんですよ、海外に。あ、仕事辞めたくなくて、辞めたくなくて、結構仕事人間だったん で、 で思わぬ時期に妊娠が分かったんで、私の場合は。そうなんですね、うん、で旦那が海外に行って、あ、海外赴任してて、単身赴任で行ってもらってて、私東京で仕事をしてたんですけど、で東京で、あの、子育てしながら働こうかなと思ったんですが、その時の仕事ってね、あの1年100日ぐらい出張して研修して回るような仕事なんですよね。今と変わんないみたいな。ね、で親元も東京じゃないし、子供産んで預けて100日出張して研修って言ったら、とても想像できないと思って、その当時あの保育園も、あの、待機児童だらけで預けられない、でまだ生まれてもないのに予約も入れられない、職場では産んで1ヶ月で戻ってくるんだったらそのポジションを空けておくみたいなこと言われちゃうし、あとそれでも当然だったの、当時は。今だったら絶対ダメだって言われるじゃない、当然のようにそう言われてたから、こっちもほら真面目だから仕事に合わないけど申し訳ないなと思っちゃうし、じゃあ辞めさせていただきますと涙ながらに辞めまして台湾に行ったんですよ。それがでも一つきっかけですね、企業のね。面白いです。時間の流れとかをこう感じの感じ方ってだんだん年取ってくると早くなるとかって言うじゃないですか、とは言うんですけど、みんなに聞いてみたらそうでもなくて、みんな早いって言うんですけど、伊藤さん子供の頃に比べたら今はもうめっちゃ早いよね。早いですよね。早いですよね。あっという間ですね、まあ、1年が1年ですよ、1年。あと何年仕事できるだろうと思って、そうじゃないわ、気づいてる。ゆっくりでしたか？いや、子供の頃とかね、考えると小学校の時とかって本当に1年ものすごい長くて、うんうん、でも自分こう早く大人になりたいなとかって思ってたじゃないですか、子供の頃って、うんうんうん、でも自分が20歳になるのは想像できないぐらい先のような気がしてたっていう時代が多分昔あったから、
ですかね。なんですかね。もしかしたら来年からめっちゃ、来年感じますね。めっちゃゆっくり感じるかもしれない。怖いね。やっぱね、こうこうストレスかかる会議とかだと長く感じるじゃないですか。あとはいつも同じことやってるとあっという間に過ぎるけど、はいはい、新しいことやると箱を作る時間が長く感じるらしいので、やっぱ新しいことやったりストレスかかった方がなんかいい時間を過ごせるっていう説もありますよね。そうですね。皆さん、朝って何時に起きるんですか？私は5時、50分ぐらい。あ、50分ぐらい。そっか。自分、8時、9時とか。夜、夜が過ぎてしまう。夜の仕事なの？夜の仕事。夜の仕事。8時制です。ああ、そうなんだ。僕、7時ぐらいです。うんうんうん。卸町行く時も？うちも行くときも渋谷です。あ、そうね。私もでも8時ぐらい。8時ぐらい、そうかそうか。夜型なんですよね。どこ夜型ですか？だから私の場合はもう1日ずっとパソコン触ってるんですよね。でもうずっと夜までパソコン、ずっとそうで仕事もあってずっとパソコン触ってて、調べ物も大概パソコンでやって、なんか寝る1時間前ぐらいはパソコン触らないようにしようって思ってるけど触っちゃうみたいな。で寝るのが1時2時とかなっちゃって、ああみたいな。そのループから抜け出したいんですけど。抜け出したいの？抜け出して朝方にしたいんですよ。あ、朝方にしたいの？したいです。はい。そうか、子供のことだね。子供、夜中は子供、夜中の朝方は子供静かだから、はい、うん、あの4時ぐらいに来て、はい、一時の4時と4時、3時半から4時ぐらいだね。寝るの？寝るの早いですよ。10時ぐらいには寝ます。あ、早い。10時ぐらい。毎週一回うち帰ってご飯食べてお酒飲んでそこでちょっとうたたれしちゃうんですよ。ああ、気持ちいい。そこでもう11時ぐらい起きて、12時までか、11時とか起きて、そこから風呂入ったら目覚めるじゃないですか。そこからパソコンとかしてるんですよ。そうですね。3時まで起きてようが、4時まで起きてようが5時50分で起きてます。そこは時間ぐらいで起きてもらえば3時ぐらいかな。2時間ぐらい、5時間から、まあ、すれば6時間とか寝ますけど、すごい。それってストレスで眠れないとかそういうことじゃないですか？ない、なん、いや、マンツースリーで寝るんですよ。本当？寝るのはもう、まあ、でもストレスってなりますよね。確かにね、たまにこう理不尽な上司からの、なんでこんなこと言われないかなとかと思った時に寝られるやつ、寝られるやつって、その時はあのスリーグッドシングスっていうのがあるじゃないですか。1日にいいことあったら3つのことを思い出すんですよ。それをやって嫌なことを忘れて、今日は今日だったな、今日だったなって思い出して、ふと申すのバツする。タフですね。メンタルがタフ。でも若い頃って朝寝て、ね、寝れましたもんね。なんでどう、なんでどう、なんでこっちなの？朝早いっていうか、なんか、いつぐらいからですか、朝だったっていうか。いやー、でも、そうだな、宮城に来てからですからね。ああ、そうなんですか。ここ5、6年かもしれませんね。最初はだから確かに若い時は夜でしたね。もうなんかちょっとアルコール入った方が申請書とか書けるとか。そうでも基本的に新しいこと、新しいビジネスとかプロジェクトを考え出さなきゃいけないじゃないですか。やっぱりこう不安と隣り合わせですよ。うまくいくかどうかってすごく分かると思った。で、不安と隣り合わせなんですよ。で、その不安が大きいと描けない。うまくビジョンが、ね、描けない。でもその、あのお酒を飲むとですね、それがね、買ってくれるんですよ。なるほど。なるほど。中に酒。なるほど。共感感覚が。で、あ
大きく書きすぎて、あっちも伊藤さん、これはやめましょう言われる。そうそう。でも変わんないですか？だってこれからね、起業してるし、起業したし、これが起業だし、起業みたいなもんじゃないですか。はいはい、うん、ありますね。うん、ありますよね。今聞いてお酒飲んだ方がいいのかなって。別にそういうことじゃないけど。でも飲めましたよね、あとね。飲めますけど、家では飲むのは好きって感じですけど、家では本当に飲まないんで。結構飲んでたし。あ、そうなんだ。飲んだ方がいいですよ、本当に。飲んで、こうやってお話するのが、うん、楽しいけど、飲んで話すのがすごい。そうですよね。腹割って話せますよね。そう、一回飲んで話した人って、次電話した時にはもうなんかすぐ、それを取られたりとかするんですか。確かに確かに。じゃあ今度は松本さんを飲まそうの会ね。あー、やりたい。松本さんとの、あれ、そうだそうだ、同級生。同級生。あ、そうだ、聞きたい。同級生なの？同じ小学校の学年でした。どうして飲まれます？僕は飲みますね。ああ、はい、まあ、普通に、はい、さっきの飲んだ方が進むってのもなんか最近僕もなんかでそれ分かってきた。かなり面白い人だな。メモに母を持ってあげて。すごいやりやすいし、こういろんな方とのご縁だったりとかもいただいて、本当日々感謝だなみたいな。なんかね、そうですね、前はなんだろうな、やっぱ正社員の頃は割と多席というか、なんかなんでこんなこと言われなきゃいけないみたいなあったんですけど、最近はもう自分でやらなきゃいけないので、自責でこうちゃんとやろうみたいな、こうの考えにもなってこれたので。すごく良かったなと、やっと周りの方に支えていただいてるなって思います、ね。そうだから、やった分だけ帰ってくるもんね。そうですね。すごいよね、やっぱね。行動力ありますね。うん、ね、考える力本当に。ありがとうございます。前に進もうっていう感じで。いやそれ、それしかない。でも、その前にこういろいろ悩んで、軽く一歩踏み出さない人って結構いるじゃないですか。うん、そういう意味の話も。いやー、ありがとうございます。大友さんもね、起業してからも本当にいろんなとこ行ってるもんね。あー、おかげさまで、そうですね。お仕事も付き合いもそうですね、いただけてるし、伊藤さんからご紹介いただいたところに行って、そこからがさっきの農業の関係の、ね、してますし、そこからまたさらにつながってっていうのは、やっぱりこうつながりっていうのはさ、あれだったように、ね、まあ、こうやってできていくんだなっていうのがすごい実感。最初の3年はそんな感じで、でも起業したファーストステップってそんな感じで、乗れる人はそううまくやったけど、でそうすると今度はもう実際にある企業さんとの競合になっていくから、だからね、こうね、難しさが最初の難しさと3年後の難しさと5年後の難しさって違うもんやなって思ってます。難しいんですよね。難しい問題が違うんだけど、そう、それぞれのステージに壁があるなって思いますね。だから楽しいんだよね。今企業相談。企業相談。うん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 。企業相談。本当。
気になる。ここちょっと似てるかもしれない。そうですね。そうそう、はい、カメラバッテリー